昨年の台風19号から1年、ご支援をいただきましたすべての皆様に感謝申し上げます。ワンハート、心を一つに復旧復興に取り組んでまいりたいと思います。頑張ろう長野。若穂地区では住民らが協力して河川敷の片付けを行いました。およそ300人が参加し、住民の絆が復興に大きな力を発揮しました。空からこの災害を記録し、災害状況の把握に努めた人がいます。草川直久さんです。所有するドローンで水かさの増した星名川や道路の崩落現場を撮影しました。まずその情報としていろんなところからこういうところが山が崩れた、川が氾濫しそうだ、それから、セミが崩れても田んぼが、ダメだっていうようなところをちょっと取っとかなきゃいけないなっていう思いから、飛ばしましたね。人が行って見れない、平面でしか見れないものを上空から、行ってみれば 3D で見れるっていうことがとてもその情報として、有効だったということを聞いてます。50年に一遍、100年に一遍の19号でしたけれども、これからは10年に一遍とか5年に一遍になるような時代になってきているので、こういうツールを一人でも多く持っていただいて、こういうところが弱いんだよとか、山がこういうところには水が通ってしまって土砂気流になってしまうようなところの、その早めのそのなんていうんですかね、確認をするっていう意味でもとても意義のあるツールじゃないかなと思いますね。若穂地区の完全復興はまだまだですが、今までのご協力、ご支援をいただきありがとうございました。台風被害に負けず、これからも頑張ります。頑張ります。